これボツかな。小池百合子。小池百合子なんでやねん。イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけども、当チャンネルでは初のアメリカンウイスキーにスポットを当てていきたいと思います。アメリカンウイスキーといってもこちら、コーンウイスキーのジョージアムーンでございます。なぜあえてこのジョージアムーンを取り上げるかと言いましたら、くしくもただいま京都は禁酒令が出ておりまして、このジョージアムーンはあのアメリカの悪名高き法律禁酒法時代に生まれたウイスキーなんですね。なのでまあタイムリーかなと思ってね、これにスポットを当てていきたいと思うんですけども、ジョージアムーンっていうのは主原料のトウモロコシが 80% 以上で作られてまして、30日以内の熟成ということで、超若いウイスキー、もう熟成感も何にもないウイスキーなんですね。今回はこのジョージアムーンをいかに美味しく飲めるかということをいろんな飲み方で検証していきたいと思います。ジョージアってなってるんですけど、ジョージア州ではなくてケンタッキー州で醸造されてまして、じゃあケンタッキー州で醸造されてたら、まあ、バーボンかということなんですけど、バーボンの定義というのは主原料のコーンが 51% 以上 80% 未満なので、こちらジョージア分は 80% 以上なので、バーボンの定義からは外れるということなんですね。でこのジョージアムーンという名前なんですけども、密造酒のことを当時はムーンシャインというふうに呼んでたらしいんですね。で作り手をムーンシャイナーというふうに呼ばれてたらしいです。つまり月ですね。密造酒は月夜の光で密かに作られたというところからこの名前の由来になってるということでございます。ちなみにこちら価格の方は1900円ぐらいでね購入したんですけど、これネット見るとね結構価格がバラバラです。まあ言ってもまあ2000円前後でお求めいただけるかなと。あとアルコール度数の方は40度でございます。以前の動画でもお話をしたんですけども、当バーのコンセプトが、まあ、隠れ酒場、あのスピークイージーをコンセプトの一つにしているので、そのコンセプトに合ったウイスキーは一つ置いとかなければいけないなということで一応常備をしております。ボトルのデザインなんですけど、ジャムのようなボトル、これもまあ禁酒法時代にお酒とわからないようなボトルに入れて飲んでたということで、こういう形になってるらしいですね。結構継ぎにくい、こういう広口瓶になってまして、めちゃめちゃ継ぎにくい。いつものようにストレートのレビューをしていきたいと思うんですけど、お色の方は30日ということで全く熟成感ない、もうほぼ澄み渡っておりまして、いわゆるウイスキーでいうニューメイクの状態ですね。香りの方を嗅いでいきたいと思います。アルコール臭しかしません。テイスティング濃度としては阪急百貨店の入り口に置いてある消毒液、アルコール感しか感じません。ほんの少しこのコーンの甘みというか、うん、コーンの味あるな。若干そのトウモロコシの味がするな。残念ながら美味しいもんじゃない、うん、なのでこれストレートではまず飲めたもんではないので、これをいかに美味しく飲むかということでソーダ割りがいいかなと。あとソーダ割りでもそこにレモン果汁を入れる、あとはそこに若干の甘みを入れるというところが飲みやすい方法かなというふうに思います。というわけでやってみたいと思います。久しぶりにカウンターから動画撮ります。というわけでソーダ割り作ってみました。飲んでみたいと思います。ちょっとわかんない。正直あんまり美味しくないです。でここにレモンを入れるとちょっと変わるのかなと。レモン絞ってみたいと思います。コーンウイスキーにレモンにソーダということでレモンハイボール作ってみました。飲んでみたいと思います。なんとかいける。レモンサワーとしてはセカンドゴロ。なんかせやな、なんか嫌なもんが。それやったらウォッカで作ったらええやんっていう話やな。っていうか、うん、あのレモン丼の方がうまいと思う。レモン丼の方がうまい。確かに。ここに甘みを入れるシンプルシロップカリブをここに投入してみたいと思います。2ティースプーン入れました。飲んでみたいと思います。コーンの味が邪魔するな。レモン丼の方がうまい。レモン丼の方がうまい。そしたらこれでウイスキーサワー作ってみようか。
ウイスキーサワー本来ならここに卵白入れるんですけど、ちょっとそれは割愛させていただいて、お味を見るということでコーンウイスキーの方でウイスキーサワー作ってみました。飲んでみたいと思います。ワンチャンありやな、これ。これ一番マシ。邪魔やな、あのコーンが若干邪魔しようかな。あの、なんやろ、なんか嫌なやつがいる。コーンのなんか臭みがちょっと出ようかな。どうしたいやろ、これ。なんやろな。禁酒法時代にこういうものがあったんですよということで、でもこれ今でも販売されてるということは、いやでもこればっかり飲んでんねんいう人は多分この世の中に2、3人しかいいんだ。2、3人いるかな。まあ、あえてこのコーンウイスキーでやる必要はないかみたいなところやな。まあ、この禁酒法の時代やからこそこうやって存在意義があるっていうわけでもないんだな。まあ、今禁酒法出てるんで、禁酒法時代にこういうものがあったんですよという動画です。すいません、許していただけますか。せっかくの禁酒法なんでこうやって楽しむ方法もあるよっていういうことやな。そういうオチで、すいません。せっかく禁酒法出してくれはったんやから、うん、すいません皆さん、ご勘弁ください。これボツかな。でも基本的に全部美味しくはなかったな。トニックウォーターや。トニックありちゃう。トニックウォーターで割ったら何でも美味しくなる説というのがねあるんですよ。それちょっと試してみたいと思います。これ最後の砦でございます。トニックウォーターで割ってみました。レモンも少し絞ってみました。飲んでみたいと思います。惜しいな。オッケー。いやーでもなんかコーンの嫌な感じもある。飲んだ瞬間がいいかなと思ったけど、やっぱりコーン記憶な。コンマ8秒後にあーってなる。あーってなる。美味しい。コンマ8秒後あーってなる。ヘムーントニックソーダということで、小池百合子。小池百合子なんでやねん。というわけで今回は禁酒時代に作られた、コーンウイスキージョージアムーンのご紹介をさせていただきました。なかなか飲み方難しいです。またあのこちらで、ね、何かこれやったら美味しいで言う飲み方ありましたらですね、コメントの方入れていただければ幸いでございます。というわけでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、参考にならへんと思いますけど、というわけで次のまた動画でお会いしましょう。ではまた。なんやろな、なんか嫌。後でコーンのちょっと臭い感じが追ってきよう。臭い。連続式やんな、上流って。これなんでこんな結構癖あるんやろな。なんかヒーのニューポットとかよりも癖あるもんな。結局それはもうコーンやからよな。何種類かニューメイク飲んだけどこれが一番癖。これ一番癖やろな、うん、まあ、あれやな。逆に言うとニューメイクの時点でそこまで違いがあるってことや。まあそういうことや、うん、長浜とかサブローマルのニューメイクは美味しい。美味しい美味しい。原料違うとはいえちょっと厳しいもん。だから変な話、これを熟成させてもあかんかもしれんね。というわけでおしまい。